んちゃんだよ。おまた、せいうち。大きな大きなスイカ。よし、いきますよ。オープン。見えない。扇風機より大きい。なんか東京スイカ高いイメージだったんですけど、これ980円だったんで安いんじゃないでしょうかね。こちらの体重計です。体重計、体重計で測っていこうかな。ちょっと待って、あ、やばいね、やばい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 、体重計壊れちゃうぐらい。うわーすげえ、12キロかな。いや、この12キロのスイカ、タンちゃん食べたら12キロ増えるってことですよね、多分ね。頭いいね、夏美さん。ちょっと待って、タンちゃんも体重測定した方がいい。ちょっと待ってて、失礼して。よいしょ、よいしょ、ますね。右かな。わ、切れない。切れない。あれ、切れない。怖いね、これ超怖い。足切れそう。あ、割と上手じゃない？どうでしょう？え、待って、ね、幸せなんだけど、これこの断面、断面幸せ。 I'm happy。 いただきマスカラね、だからスイカはさ、この真ん中が一番美味しいって聞いたことがあるのよ。わー、いただきます。マジ幸せ。え、これ1個は余裕、本当に余裕。さ、この端から種が出現してきて一気にペースがさ落ちるんだよね。ちょっともう種ごといっちゃおうかな。ちょっと途中経過ですね。こちらどう？半分ぐらいかな、見える？ちょっと汁がさ、こぼれちゃいそう。半分ぐらい、多分、多分約半分。30分で半分でしょ。あと2時間ぐらいかな。ちょっと途中経過をしたばっかで申し訳ないんですけど、なんかお腹いっぱい。ちょっとね、なんかあの不穏な空気が流れたんですよ、今。正直、結構15分ぐらい前から不穏な空気はね、見え隠れはしてたんですけど、ちょっとちょっとお腹はいっぱいな模様でござる。たんちゃんもどうして、どうしてこんな大きなスイカを買ってきてしまったんだ。今となっちゃんも横にこんなちっちゃいのもあったのよ。こんなちっちゃくて600円ぐらいのスイカもあったのよ。これをちょっとさ、画面にこう近づけてさ、わー、たんちゃんの顔よりも大きいでーすとか言ってやればよかったのよ。負けないで、もう少し。動けない状態、突入。ちょっとさ、
スイカジュースしてみようかな。ストローでチューチュー吸っていく作戦に出ようと思います。ちょっとね、想像以上に過酷でした。マジで黄金伝説すごいな。結構シャバシャバですね。はい、ストローを刺してプシュ。どう？ちょっとなくなったかも。はあ、こちらの製氷皿にスイカを入れてスイカシャーベットを作ろうかな。よいしょ。うん、今日はちょっとタカピン呼んだら来ないかな。本当にそんな感じ。はい、あ、ごめんなさい。あ、カットスイカ作戦いいんじゃん。パクパクいけちゃう。うんうん、コロナ分だけ早くつけて、早く来てください。早く来てください、タカピンさん。ああ、リアル何時に来ますか。塩風呂、塩、うん、ああ泣きそうだね、これはね。タカピン、もうちょい早く。ダメだ。うん、スイカシャーベット、ほら。ここに来てのスイカシャーベット美味しい。来た来た来た。いただきます。あ、助かる。嬉しい。スイカ今年初だ。スプーンの持ち方やばくない？ごめんね、久々に持った。ごめんね、お久しぶり。種飲んだらやばいんだっけ。うん、本当に中からは入っちゃう。やっぱりなんだよ。それ以外のやつ聞いたことないよね。シド出せやシド。お嬢ちゃん隠してるんやろ。分かってるんや、赤ばっか出して。なんで早く素を見せや。柄悪いな。ハビーの結局スイカジュースに。いや、どんぐらい白くなってるか見ないと。白あった。種入っちゃった、やばい。イエーイ、イエーイ、ありがとう。あとはカットスイカを食べるだけ。イエーイ、カツ丼タイム。イエーイ、おいしい、めっちゃおいしい。お腹空いたんだね。最高最高。ラスト
やっとご最後、やっとご最後です。せーの。涙が止まらない。完食。完食。イエーイ。体重を測ってみましょう。あ、62.2。どこだ？3キロ増えた？マジか。実は手羽先なんじゃない？え、今んとこ手羽先なんか食べれそう？10個。少なくない？少なくない？なんか、え、少なくない？なんだろうね。See you。 よし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 もっとしよ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 しょうばい、ご飯のお供に、よしもと。わかる？